今回は、筋肉マンパーフェクトオリジン編、第1話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。筋肉マン始まった。第1話始まった。パーフェクトオリジン編のアニメついに始まった。壮大な始まり。昔のテリーマンの声。シルエットはやつ？いいシルエットだ。田中秀幸さん、これただのナレーションじゃなくない？正義超人にバッファローマン混じってるのほんと好き。神、なぁ。うららぁ。ジェロニモ、声めっちゃ爽やか。ジェロニモ、賢章くんか。竜巻吹っ飛んだぜ。S5。おぉ、アニメのアパッチの雄たけびかっけぇ。アパッチの雄たけびこんなヤバい威力してたっけ？アパッチの雄たけびこんなスケールの技だったのか。アパッチの雄たけび想像よりエグい威力だった。プロレスで使っていい技じゃねぇ。ジェロニモ活躍してるじゃん。ヒロアカかな？これが元人間の姿か？冒頭で超人代表として出てくるのが、元人間のジェロニモなのいいよね。OP、は今回はまだない？最後に来る？あ、犬が。肉世界の犬、線路に飛び込みがち。電車が。週末トレインっぽい電車。テリーマン来そう。テリーマン。テリーがまた電車を止めてる。伝説のシーン再び。テリーは電車止めるよな。テリーマンといえば電車止めだよね。電車を止めることに定評のあるテリーマンさん。新幹線より軽い。名シーンオマージュだな。犬が線路に入ったら確定演出。これはクソ野郎じゃない方のみー。お尻ペンペン。ちゃんとここで叱るところは叱った上でケアもしてくれるテリーマン。元クソ野郎だったとは思えないくらい善良ナイスガイ。ゼロ話で大人をからかっちゃいけないよの人と同じとは思えない。テリーかっけー。テリーなら在来線くらいなんともないぜ。新幹線に比べたら軽いもんよ。いつも思うけど、電車止めないで子供をどかせよ。子供をどけた方が早くない？これは電車の中にいる人がヤバいのでは。テリーマンの声がナレーションなの混乱する。黄泉の国イコール超人墓場に行ってもお前ら蘇るやん。テリーマン服着ないのか。そのまま街の中歩いていいのかよ。街をこの格好で歩けるのはまさに超人だな。超人はパン1で街中歩いてもいろいろ不問。新章開幕。ついにパーフェクトオリジン編始まった。今日も OP ないのかな？ 1 話は OP が ED になるパティーンか？テンガロンハット決め顔テリーマン提供。田中さんめっちゃ喋るじゃん。やっぱりテリーマンその格好で外歩いてるのはちょっとおかしいよ。テリー私服あるはずなんだがな。服は着なくても帽子は被るテリーマンさん。テンガロンハットにショートタイツ姿。テリーマンじゃなきゃ通報案件。ミートくん改めミートさん。アレキサンドリアミート、通称アーヤさん、じゃなくてミートくん。足ちっさと思ったらミートくん。ミートくんはパン1&マントスタイル。ミートくん足小さいから歩くの大変そう。上坂さんミートくんに合ってるな。ミートくん、2世よりの演技で成長した感じある。アメリカからパン1できたのか。完璧だけパーフェクトなのじわじわ来る。絶対に何か起こるフラグじゃん。7000万パワーマッスルスパーク。何度見てもマッスルスパーク美しい。無限に使い回せるフェニックス芝生映像。作ってよかった大ゼロは。そうかスグルももう大王か。筋肉マンは国王だからな来れるわけがない。二度と戻らないのは寂しいよな。ほんと続きなんだな。説明ゼリフ助かる。正義超人軍のしもべミートくん。ミートすごい扱いだな。ミートくんは帰らないどころか、コールドスリープだっけか？ミート、タイムカプセルに入って万太郎を待たなくていいのか？絶対に何かが攻めてくる前振りだ。テリーマンより超人幕僚長のロビンの方がふさわしい気がしなくもない。聖地日本武道館。武道館で調停式になったのか。旗なんてあったんだ。この名前のロゴの筋肉マン感？ほんといいな。アシュラマン。へぇ、悪魔超人の代表はアシュラマンなんか。アシュラ爽やかだ。爽やかな神谷博士アシュラマン。アシュラマンの声は恐竜さんのイメージ強かったから爽やかすぎて増えた。アシュラマン、声が神谷さんだからプリンス度が桁違いだ。大井継承編で味方だった人たち。ネプさん、今日も立派なケツアゴです。ネプチューンマンすぎた。本当？パーフェクト超人界最高とか後から言わない？やっぱりネプチューンマンがパーフェクト超人代表面で署名してるの笑うんだよな。ネプチューン達筆すぎー。ネプチューンマン字綺麗よね。ネプチューンマンが綺麗な英字なのに対して、アシュラマンのこの金釘文字よ。
アシュラマンのサインめっちゃガビガビで筆圧エグそう。熱いスリーショット。筋肉マン見てる？今から。両方と戦ったことがあるテリー。不可侵条約ってのがポイントだよな。お互いにそっとしておくってことだよな。実況が太田慎一郎さんなので、どうしても時々タイバニが脳裏をよぎる。委員長、まだ在任だったのか。嬉しいのはそこかい。ちゃんと令和アニメでも貸すの委員長。委員長は相変わらず腹黒。そういや腹ボテだったな、委員長。何度聞いても腹ボテ委員長って単語は荒れすぎる。腹ボテって今聞くとエロいな。属性の壁を越えて、新たな幕開けを、本当におめでとう。ファン感謝デー。明治神宮球場。超人ファン感謝デー104回もやってるんか。カレクックがカレー売ってる。カレクックのカレー食いてー。カナディアンマンじゃないか。タイルマン。オイルマン。懐かしい超人ばかり。正義超人さんたちと遊ぼう。このファン感は生きてー。義足なんだからな、テリーの足。新シリーズ初回はファン感謝デーなのが原点回帰感あっていいんですよね。超人のファンイベントはフラグ。平和平和いうのがフラグに聞こえる。筋肉マンが大いに即位して間もないので、作中では1990年代になります。インターネットも携帯電話も全然普及してない時代背景です。後ろの人何？鼻がないと？アイドルじゃない扱いの正義超人たち。ミートくん結構失礼だな。本来なら二軍正義超人たちも各国を代表するスーパースターなんだけどね。メディカルサスペンション来た。超人の働き方改革。相撲取りの足首、脳天の古傷、義足は治せないメディカルサスペンション。強制的に休んでもらってる。回復するまで出られないカプセルって正直かなり怖くない？全員同時にやったの地味にリスク管理側では。まあ平和になったからできることか。ロビンとウォーズマンはマスクしたままでいいのか。ウォーズマンの肉体回復って必要なのか。テリーは大い最終戦出てないからな。マッスルスパークのダメージは大したことなかったか。これテリーが間に合わなかったらジェロが代表だったんか。ジェロにももちょっと前まで死んでたが。つまり正義超人の意思はまとまってないのに調印したのか。説明台詞長いですね委員長。まるで新アニメの範囲前の設定やストーリーを説明口調で説明してるかのようだが、なんと読者も皆初めて知った設定が語られているんだよな。令和の時代に、冷戦って言っても若い視聴者に通じないので、争い合う時代と言い換える。お、フラグかな？フラグ立てんな。一級フラグ建築しない委員長。油断は良くない。腹ボテあんたそういうところだぞ。平和になっても怪獣退治とか宇宙の武士襲来とかありますからね。不安なんだよミートくんは。争いが終わってもまた争いが始まりそうな予感。なぜ直前まで三勢力どれでもない大い争奪編やってたのにそんなに油断できるんだ委員長。テリーのシューズの紐が。来たー、シューズの紐切れたー。すぐに切れるシューズの紐。当然のように切れるシューズの紐。やたら的中率の高い紐。予言の靴紐。不吉な予感といえばこれ。こういう役だよテリーは。なんか来た。親方、空から剣道着来た武道家が。あやつは。早いフラグ回収だな。センサーになりすぎてるシューズの紐。紐切れてからの不足の事態が早すぎる。もうテリーは紐のあるシューズ履くのやめなよ。テープにしろ。アイキャッチ2回目はテリーマンだ。ファミコンの文字みたいなのが。文字の量よ。読み切れるか。リングシューズのことについてもちゃんと触れられてる。アイキャッチでも要注意扱いされてるシューズの紐。長文すぎて全然読めないアイキャッチ。最後にしっかり、テリーマンのシューズの紐が切れるとやばい、って書かれてて笑っちゃった。要注意だぞ、じゃないんよ。カーフブランディング。アイキャッチかっけー。テリーマンの必殺技といえばスピニングトーホールド、テキサスクローバーホールド、そしてカーフブランディング。文字多い多い。キングザ100トンだ。ビッグザブドウは死んだはず？赤いでしょ、ビッグザブドウじゃないよ。下ろしてあげるタイルマン優しい。ビッグボンバーズ出るとシリアスなのに笑えるから寄せ。ミートくん全部説明してくれるやん好き。んなわけないだろ腹ボテ。委員長平和ボケやな。腹ボテが言うことはもうフラグにしかなってないんよ。ビッグザブドウといえばネプチューンキングだぞ。そんなに甘くないぞ委員長。いやそもそもブドウ死んだんじゃ。いろいろ知ってると、地雷踏みまくりな委員長に草生えるよな。メガチバ知ってるじゃん。どう見ても友好的な面じゃない。
ご挨拶に来たような顔してないんだよ。ストブ切れてるだろ。紛らわしいような武道の鎧。死んだはずの超人が再登場することにようやくツッコミが入る瞬間である。超人は死んでも生き返るからワンチャン。絶命したはずの奴はそこら中にいるからな。筋肉マンすぐ生き返るからよくわからないよ。ビッグザ武道が、生きてても絶対来ねえよな。スペサーン。スペシャルマンが。スペちゃんが一発で。ワンパンスペシャルマン。特に理由のないしないがスペシャルマンを襲う。スペシャルマンが何をしたって言うんだ。危ない、委員長。なぜか全く関係がないスペシャルマンが殴られる、完全再現。ビッグボンバーズは本当にこういう時ちょうどいい。わかりづらいけど、ビッグザ・ブドウとは別人の人。声もキリンカワシマではない。大塚明夫ボイスこりゃ強いや。ハンマユージローが超人に。声でもう大物なのがバレちゃうよ。ちゃんとグロロロ言ってるな。ネプキンは最低なんだ。それはそう最低なことはしてた。時と場合によるけど武器使うわってやっちゃったからな。株がひたすら下がるネプキン。一応幹部だったネプチューンキング。狂気を振り回しながら言う言葉か？パーフェクト超人は武器を使わないはずなのにゴングが鳴らないと市内をぶん回すストロングザブドウ。勇者犬。ヒヤマダルメシマン。声が強い。ダルメシマンの声の自己主張が強すぎるぞ。犬にはリードをつけておけって言っただろ。リアルパーフェクト超人。悪魔超人襲撃とかそういう時によく見た構図。過去のパーフェクト超人が先見だった衝撃の事実。ネプチューンキング、見え張ってたんか。ネプチューンキングそんなビッグマウスだったの。洗脳、友情パワー。いやあいつが勝手にやったんです。それじゃあ勝手に調印したネプチューンマンがやっちゃったみたいじゃないですか。一応ネプチューンマンは同胞のままにしてくれてるの優しい。反射神経すごい。今そんな危なかったか。みんなが倒されていく。しないは痛い、っていうか武器使うな。パーフェクト超人は狂気使用禁止なくせにいきなりしない攻撃すんのくさ。そんなの聞くかよ、腹ボテさんよ。原文を持ち出すなバカ。ものすごいことわざ。種ではなくたね。ちゃんと文字出してくれるの助かる。この言葉遊びうまくアニメに落とし入れたな。なぜか日本のことわざに詳しいパーフェクト超人。裕次郎みたいな考え方。言葉の意味はよくわからんがとにかくすごい自信だ。最高裁判所ってどこにあるんやろうか。ちゃんと不可侵条約読んでるストロングザブドウ。ちゃんと条文把握してて偉いな。ちゃんと条文読んでから書き込み来るあたり賢い。超人界の公的機関とは。みんな避難したと見せかけてちらほら客席に残ってる奴らがいるのなんだよ。ガチ勢か？条文にも穴はあるんだよな。クソ条約。代表者が変わってるから締結してませんとかそんな条約の抜け道ある？そんなこと言い出したら何でもありでは？まあ普通にネプチューンマンが代表ずらしてもなってのはね。もともとネプチューンマンがパーフェクト超人の代表ずらしている時点でおかしいって思わないとね。そもそもネプチューンマンを支持していたパーフェクト超人っていたのか？って疑われるレベル。ネプチューンマン、マジで何を考えてたんだろう。あいつ縛られてばっかだな。縛られることに定評のあるネプチューンマン。立場的に茶番と断じれるレベルなのにきちんと筋通すの真面目すぎない？みんなで笑い声拾う。変な笑い方する奴らばっかりだぜ。ワンピース並みに特徴的な笑いだな。あの笑い方本当に再現するんだ。まあまあ可愛い見た目のが混じってて草。今の赤ちゃんみたいなのなんなの？エンチャントファイヤー。燃やした。条約が。委員長の功績が。原本を持ち歩くのが悪いのでは。予言書じゃないから燃やしても超人は消えない。開始15分で破られる不可侵条約。燃やしたから不可侵条約がなくなるなんて、そんなことあるかいな。それが通るなら最初から燃やせばいいだろ。起きて破り、物理。不可侵条約はさすがに三者間サインなら三部ある？まさかない？お、ジェロニモやれるんか。ジェロニモには荷が重い。お前には無理だジェロニモ。おいおいおい、死んだわ。ジェロニモ今までありがとう。モンゴリアンチョップ。あくびが出るぜとかじゃないんだ。げえ、なんという速さ。おたけび発動する前にやられた。即喉潰し。えぐれてる。ちょっとマイルドになってた。ジェロニモはいつもかわいそう。アパッチのおたけびはヤバすぎるので先に潰す。攻撃は最大の棒よ。武道が警戒するレベルのアパッチのおたけび。何気に威力は認められてるおたけび。
まあ、いくら強くても出すのわかるし、そんなためのでかい技、発動潰すよなぁ。ちゃんとリサーチもできてるパーフェクト軍。ジェロニモ最初にやられちゃいがち。ジェロニモって本当にやられ役が痛みつきすぎている。このタイミングで出てきちゃったらかませになっちゃうよ。噛まれた。喉がズタズタにされる。死体蹴り。本当にかわいそうに。相手をしてやるって言うけど、ジェロニモは武道と戦って吹っ飛んだとこなんだから、ダルメシマン切ったねえよなぁ。幹部、関係、関水、この辺はテロップ欲しいな。いいようにやられてしまうジェロ。肉体の一部カウントなのでトゲでぶっ刺すのはセーフです。自己紹介がてらボコボコにされるジェロニモ。全員でジェロニモをフルボッコにするの容赦なさすぎるんよ。残りの奴らただの死体蹴りやん。やり方がひどすぎる。え、待って、めっちゃ血出るじゃん。え、このアニメもしかして結構グロい？やりすぎやろ。な、なんてことを。ジェロニモもタフだよな。ここまでボロボロにやられても死んでないからジェロニモすごいよ。超人でなければ死んでいた。令和でもかませ犬役のジェロニモさん。なんかシリーズごとにいつもひどい目に合わされてるなジェロニモ。ジェロニモいつもかませ犬で泣ける。無量大数群と書いてラージナンバーズと読ませる凄さ。誇り高きパーフェクト超人、やってることはリンチ。加藤超人一人を4人がかりでボコるなや。知っているのかミート。数学に詳しいミートくん。ラージナンバーズという音から無量大数を導き出すミートくん。つまり、の理屈がよくわからなくて筋肉マンしてていい。無量大数は一番上なんよな。別に全員合わせても超人強度は無量大数にはならない。まだ見ぬ強敵たち。ヘルミッショネルズでおなじみクロマント軍団。まだ後ろに控えてる。元リングパートナーだしな我が友ジェロニモ。いやもう無でしょいけよテリーマン。チエノワマン。チエノワマンとオイルマンが。お約束ボンバーズ。出た永遠のかませコンビ。お前らじゃ無理だよ。カナさん、スペさん。ビッグボンバーズ泣き。ビッグボンバーズ、ノルマ達成。毎回二人同時にやられる技巧コンビ。スペシャルマンとカナディアンマン、仕事を果たした。これ痛そうなんだよなぁ。ジェロニモ一人にダメージを負わせまいとするカナディアンマンとスペシャルマンに涙が出ますよ。ぐ、グロい。回ったのにタイヤコン。タイヤで吸ってるのにその後はつかんやろ。ちゃんとダメージ落ちで表現してるのは評価したい。まあビッグボンバーズはね。その二人はちょっと、弱体なので。スペシャルマンとカナディアンマンだもんね。その二人はそういう役回りなんで、そこで正義超人の強さを測られても。お前のそこは肌なのか？ほぼ生身の正義超人に対して装備ゴテゴテなんずるくない。煽りに来てるんだわ。頭脳も天才的だ、やり方は矢の人たち。先に手を出してるのは向こうの方だろ。もう不可侵条約は無にきしたよな。タイルマンさん、タイルマンさんじゃないか。おお、タイルマンにセリフが。タイルマン、意外とセリフが長いぞ。タイルマン声渋。だ、タイルマン、かっけえ。多治見を背負って立つ男、タイルマン頑張れ。タイルマンやけにかっこいいぞ今お前。ここのタイルマン、マジで正義超人として正しいメンタリティしてるんだよな。タイルマンその心意気は立派だが。タイルマン大丈夫か、取り戻しがつかないくらいバキバキにされないか。ジェロニモで勝てないのにタイルマンがいけるわけ。見どころあるわ若手超人には問答を仕掛けるあやつ。よう言うたタイルマン。主人公みたいなこと言うやん。タイルマンここまでかなりかっこいい。タイルマンもいい正義超人だよな。タイルマンにこんなにセリフがあるとは。なんかアマルザとレンマルさんみたいなこと言ってる。この時から伏線はあったのか。ゼロの悲劇来たー。タイルマーン。人間に？裸。タイルマンがただの裸のおっさんに。え？中は人なの？確かタイルマンって18から20歳ぐらいなんだけどおっさんになっちゃったぞ。そんなことできるんだ。ゼロの悲劇強すぎる。ベンキマンとカレクックのコンビはダメだろ。カレクックとベンキマンを一緒に並べてはいけない。カレクック、ベンキマーン。カレクックとベンキマンまで。全裸中年男性が連生されてゆく。きたねえ。人間になってもベンキはついてる。ベンキマンとかは人間になれた方が幸せなんじゃ。ゼロの悲劇、なかなかチート技だよね。ジェロニモは人間、超人になったけど、超人、人間のパターンもあるんだ。人間になったら全裸になるってことは普段は真っ裸なのか。テリーマンはもうパン1だし全裸でも怖くないのか。テリーマンが人間になったら、
どんな風貌になるんだろう。テリーは割と喧嘩っ早い。ちゃんとタッチしてリングイン。そうよ、これこそテリーよ。クソ熱いぜテリーマン。やっぱテリーマンいいわ。テリーの荒々しい性分が戻ってきてて最高だよね。新肉の序盤、ストロングブドウの防具をへこませるテリーマンのエルボー、あえて受けるブドウ。プロレスだ、プロレスをしてるぞ。テリーマン頑張れー。もういいD。いいとこで続く。1話から満足度が高すぎるぞ。王子出てねー。一瞬筋肉マンの素顔見えたな。タイトルロゴがドーン。これ、オープニングか？多分 OP が ED になってるやつだ。将軍様かっこよすぎる。悪役感満載の悪魔将軍様最高ですわ。将軍様出るのか。大張さんらしい OP じゃな。よく見るおなじみの大張 OP だ。東京ドーム。時代的には東京ドームで来たばっかりかな。絵の突っ張りはいらんですよ。筋肉マンのセリフ予告だけか。エンドカードかっけー。主人公エンドカードのみの出演となりました。武道ぶち切れ提供。テリーマンかっこいいな、主人公みたいだ。始祖編のテリーは本当にいいポジだから、テリー好きにはたまらねえぜ。カレクックとベンキマンは並べたらダメだろ。作者はジェロニモに何か恨みでもあるのか。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。